沼秩父。胸びれ付け根に黄斑と、大々色線があり、背中の小斑点が等間隔に並ぶ秩父は、鈴木目ハゼ科に分類されるハゼの一種。別名秩父かぶり。東アジア温帯域の淡水、寄水域で見られるハゼで、地方によっては食用に漁獲される。同族でよく似た、沼秩父 T ブレバスピーニーズとは、学術的な調査等を除けば区別されないことが多い。 制魚は全長8センチメートルほどで他のハゼ類と比較して太く短い体型をしている頭部は丸く胴体も円筒形だが尾部は側平たする口は大きく両角には細かい歯が2列に並ぶ第一背びれのトゲ状は糸状に長く伸びる頭部の方には小さな白斑胸びれの付け根に白っぽい帯模様がある体色は 褐色の地に白藩が散在し、脇腹に黒い建体が入る状態が多いが、興奮すると全身が黒くなったり明色になったりする。本州、四国、九州、朝鮮半島、沿海地方に分布し、沖、壱岐、津島、五島といった周辺の離島でも見られる。川と海を往来する両側海遊魚だが、 鹿児島県池田湖では陸風されており海に下ることなく個体群が維持されている。不可死魚は全長3.2から3.7ミ、mm、リメートルで1ヶ月ほどは海や湖で浮遊生活を送る。体長13から14ミリメートルで定生生活に移り1年で成熟する。寿命は1年で産卵後にはオスメスとも死んでしまう。内湾や川口の寄水域。 純潭水域に生息する。純潭水域を好む沼秩父とは、住み分けるが、秩父が純潭水域まで遡る。また逆に、沼秩父が寄水域に出現する例もある。天石や、コンクリートブロックのある隠れ場所の多い区間を好み、空き缶やパイプなどゴミの中の空間に潜んでいることも、ある。アベハゼほどではないが、 水の汚れにも強く、海に面した都市の港や川でも見られる。植生は雑食性で、藻類や小動物を食べる。東京湾沿岸では、水温摂氏20度を超える5から9月が、産卵期となる。オスは、石の下などに巣を作り、その周囲を縄張りとする。メスが近づくと巣に誘い、天井に産卵させる。一匹のオスが、 複数のメスに産卵させる例も多い。産卵受精後は、オスが巣に残り、深まで卵を保護する。秩父属8種のうち、日本の淡水域には、秩父、沼秩父、長野ゴリの3種が分布する。このうち長野ゴリは、南西諸島産で、第2種と、明らかに分布が異なるが、秩父と沼秩父は、分布域が重複している。利用の際には、 この2種を区別しないことが多い。地方によっては、養魚が、食用に漁獲され、佃煮、卵とじ、天ぷら、吸い物、味噌汁など様々な料理に利用される。生魚は、マハゼー釣りなどの下道として釣れるが、利用される機会は、幼魚より少ない。ブラックバス等の漁食魚を釣る生き家として利用される、こともある。 四万十川では川を遡上する沼秩父などの小型ハゼ類を漁獲するために柄引きまたはゴリ柄引きという伝統漁法が伝えられている。これはサザエの貝殻を縄にたくさんつないだもので川底を擦るように引きハゼ類を網に追い込むというものである。食用以外にペットとして飼育もできるが自分より小さい動物を積極的に捕食すること。 排他性が強くた魚を追い回すことから、単独飼育が望ましい。黒ゴリゴロ、黒ゴロダボハゼグズイモゴリカワハゼチチコドンコ、カジカゴモなど、地方名は、数多い。標準和名、秩父は、高知県において、本州や沼秩父の制御を指す呼称として使われる。同地域では養魚ゴリと呼ぶ。ありがとうございます。